政府関係者によりますと DNA 型鑑定でデータが一致したのは広範員の曽山明さんと乗客の道内の女性です今年4月に知床沖で観光船が沈没した事故では14人が死亡し12人が行方不明となっていました先月国後島で2人の遺体が発見されロシア側が DNA 型鑑定を行っていましたが一致したと外交ルートを通じ連絡があったということです 日本への遺体の引き渡しは外交ルートを通じ調整中で今後、海上保安庁が改めて DNA 型鑑定を行うことにしています。